こんにちは、塚口ガーデンの柴田です。今回はこれです。プリムラジュリアン、プリムラジュリアンの植え付け方と育て方についてお伝えしたいと思います。本日もよろしくお願いします。まず植え付けについて注意することは、植える時期です。あまり早く植えすぎますと気温が上がりすぎて丸みしてしまいます。そのため暑さの落ち着く10月の下旬から11月の下旬、遅くとも12月の中旬頃までにお植えになった方が良いと思います。次に植え付けについて注意することは、この植える時の株と株の間隔です。あまり近すぎますと春先暖かくなってきた時、葉が混み合って続きが悪くなって病害虫の発生の原因になりますので、特に鉢植えの場合、株と株の葉が触れる程度の間隔が必要です。また庭植えの場合に大切なことは、雨が降った時の泥はねの防止と寒さ対策として、この株の根元に腐葉土やバークなどを敷いてマルチングをしてやることをお勧めします。また庭植えの場合、植え付ける場所にあらかじめ腐葉土や堆肥を混ぜ込んでおいて、その後マグワンプ系のような、このような混ぜるタイプの緩効性の化成肥料を適量土に混ぜ込んでおきますと株がよく育ちます。鉢植えの用土についてですが、市販の花土でも十分育ちますが、配合されるのでしたらプリムラは水持ちの良い土を好みますので、小粒の赤玉土5にピートモス3、バーミキライト2ぐらいの配合度が適しています。そして鉢植えの場合も、植える前には土にマグワンプ系など混ぜるタイプのゆっくり効く緩効性の化成肥料を混ぜておくことを忘れないようお願いいたします。それでは実際に植え付けをします。まず今回はこれ株3つ準備しました。プリムラジュリアンです。鉢はこの大きさのものを準備しました。そして通気を良くするため、鉢底にこのような日向土ですが、鉢底石を入れます。この程度入れました。そして今回はこのように花の土、これ市販のものですが、これを準備しました。これで植え付けを始めます。ここに土を入れていきます。これ植える時にいつも申し上げますが、株の高さを調整します。植え終わった後、この土の表面がこの鉢のエッジから2センチぐらい下がった位置になる位置に植えますと、ちょうど水を得た時のウォータースペースが取れて便利かと思います。もう少し足します。これぐらいですね。じゃあこれぐらいで植え付けをしますが、まずマグワンプ系、これをこの鉢でしたら大体このスプーンに2杯から3杯です。まあ、とりあえずこれぐらいの量で、これをよく混ぜ込みます。これをしておきますと、あと株の非常に育ちが良くなります。そして外します。ご覧ください、まだそれほど根は回っておりません。秋植えはあまりこの植え付けの時にですね、根を触らない方がいいです。それと
このように傷んだ葉っぱがありましたら、この機械にこのように切っておきます。こんなものですね、ちょっと取ります。こういうものを残しますと、後で病気の発生の原因になります。同じくこの株もそれほど根は回っておりませんので、このまま植えます。これもこの傷んだ葉っぱをここから取ります。こうですね、取りました。そしてついでですが、この花の傷んだものは、この花の花だけですね、この茎の根元ですね、ここからこのように切って取り除きます。で植えます。これも同じです。この傷んだ葉っぱを取ります。花柄はこれありますね、これ、これもこの根元のところから処分と取っております。で、綺麗な花だけを残してここに添えます。この鉢でしたら、ちょうどこの隣の葉が触れる程度でここに空間がありますので、ちょうど良い感じだと思います。ここにも傷んだ葉っぱありませんで取り去ります。そしてあとは土を充填していきます。ここにも少しマグワンスケを入れます。そしてこのように混ぜ込みます。で、この肥料の混ざった土をこう出していきます。落とすときは空いた空間を埋めるように入れていくだけです。この真ん中の部分が空いてますので、ここにも充填します。土が乗ってしまいました。ちょっと落とします。このような土は乗ってない方がいいです。これに水がかかりますと腐る原因になりますので、あとこのような棒で軽くついて土を完全に充填させます。足りませんので足します。これ多少余分に入れてもですね、水をやりますと土が下に沈みますので、高さはちょうど良くなると思います。
このままの株はあまり深く植えない方がいいと思います。これでほぼ植え付けが終わりました。あとはこの部分に水をたっぷりやって、まんべんなくやっていただいて、下から水が出るまでやってください。それでこれで植え付けは完成です。でこの部分空いておりますが、これから葉っぱが出てきますので、すぐにこの部分は埋まります。これで、植え付けが終わりましたので、プリムラの特徴や育て方について簡単にお伝えしたいと思います。プリムラの特徴ですが、プリムラの品種はヨーロッパからアジアにかけて広い範囲に自生して、その数は50種類以上もあると言われております。日本にも桜草があります。そしてこれらの原種をもとに古くから品種改良が進められて、プリムラにはたくさんの園芸品種が誕生しております。プリムラは大きく分けてヨーロッパ系とアジア系に大別されます。そして現在日本で市販されている品種は主にヨーロッパ系のジュリアンとポリアン、そしてアジア系のマラコイです。それにオブコニカがあります。プリムラは寒さには強く、花の少ない冬にずっと咲き続け、育てやすくパンジー、ビオラ、ガーデンシクラメンと同じく大変人気があります。ただ暑さには弱く、日本では夏の前にほとんど枯れてしまいます。そのため現地では多年草のプリムラですが、日本では一年草として普通扱われております。次に置き場所ですが、プリムラは太陽が大好きな植物で、できるだけ日のよく当たる場所で育てます。ただ夜霜に当てますと株が傷みますので、霜の降るような時は軒下などに移すか、または暖房のない室内などに置くのも一つの方法です。ただ寒いからといって室内で暖房をつけますと徒長して花も早く終わってしまいますので、決して暖房の効いた部屋には置かないようお願いします。プリムラは冬の植物ですので、少し寒い場所の方が株がしっかりと決まった株に育って花もたくさん長く咲かせます。ただプリムラは冬戸外でも大丈夫ですが、寒風の当たる場所は空気が極端に乾燥しますので避けられた方が無難です。プリムラは低温には強い反面、夏の暑さには弱く、夏の前にはほとんどの株が枯れてしまいます。次に水やりですが、プリムラは一旦水が切れますと、その時点で咲いていた花が咲かなくなってしまいます。まず水切れをしないようにするのが花を長く楽しむコツです。同時にプリムラは花やつぼみに水がかかりますと、その部分が傷んで灰色カビ病にかかることがあります。水をやるときはこのつぼみや葉や花にですね、水をかけないよう、できればこの葉を持ち上げて、この部分に水をやっていただくようお願いします。またプリムラの水やりはメリハリが大切で、開花中に水切れを起こしやすく、すぐに葉がしおれてしまいますが、すぐに水をやってやりますとまた元に戻ります。水は土の表面が乾いたらたっぷりと与えます。まだ土が十分に湿っている時に水を与えますと過湿になって根腐れを起こしますので、その点注意をお願いします。肥料についてですが、プリムラは真冬もずっと花を咲かし続けるため、肥料は冬の間も必要です。最初にも申し上げましたが、植え付けるときにグアンプ K など混ぜるタイプの化成肥料を混ぜておくことが大切です。そしてその後ゆっくりと効く緩効性の化成肥料、このような肥料ですね、これを月に1回ぐらい、この根元のこの部分ですね、ここにやるか、または10日に1回ぐらい適当に薄めたハイポネックなどの液肥をやります。プリムラは肥料が切れてしまいますと花の上がりは悪くなり、この葉の色も薄く黄色っぽくなってきます。
そのようなことにならないよう肥料はしっかりとやってください。日頃の手入れについて簡単に申し上げます。プリムラは次々とつぼみが出てきますので、つぼみには日光をしっかりと当ててやることがまず大切です。同時に咲き終わった花がらや、先ほども取りましたが枯れた葉はそのままにしておきますと、灰色カビ病などカビによる病気が発生しやすくなります。放置をせずこまめに取り除いてやってください。また植物は子孫を残すための種を結ばせるために花を咲かせていますので、花がらをそのままに放置しますと種を結んでしまい、あと花を咲かせる必要がなくなり、後の花が咲きにくくなります。花をたくさん長く咲かせるためにはくれぐれも花がらをまめに摘み取ってやってください。これは花の付け根からハサミなどで切ってやっていただいたら良いと思います。最後になりましたが、病害虫について簡単にお伝えしますと、気温が暖かくなってきますと病気や害虫の被害が出てきます。まず原因を作らないためには、植える時株と株の間隔をとって、株を詰めすぎて植えないことと、そして水をやるときにこの葉に水をかけないこと、また病気の発生の原因になりますので、アブラムシやイモムシなる害虫の食害を見つけましたら、被害が広がる前に取り除くか、また多い場合は農薬の散布も必要になってきます。この時虫の退治と食害のあと発生しがちな病気の予防に効果のある殺虫殺菌剤というのがありますが、これを散布されるのをお勧めします。また灰色カビ病にかかりますと、はじめ茶褐色の斑点がこの葉に出てきて、その後花の茎が腐ったようになって枯れてしまうことがあります。まず疑わしい状態の葉や花を見つけたときは、他に感染しないようすぐに取り除いた上で殺虫殺菌剤などを散布してやると良いと思います。また軟腐病にかかりますと、この地面の際から腐敗します。そしてその後しおれて枯れてしまいます。見つけたら他の株に感染しないようこの株ごとそっくりですね、取り除いてもう捨ててください。そして病気は泥はねなどにより細菌が入ることでも発生しますので、日頃から風通しを良くして水はけの良い土を使って腐葉土などでマルチングをして泥はね対策をすることも病気の予防には非常に有効です。以上、今回はプリムラについてお伝えしました。最後までご覧いただきありがとうございました。ご感想や疑問な点、ご希望等ございましたら何でも構いませんので、コメント欄よりお待ちしております。今回もご清聴いただきありがとうございました。